初代ポーレット伯爵ジョンポーレット初代ポーレット伯爵ジョンポーレットの紋章初代ポーレット伯爵ジョンポーレットはイギリスの貴族。第三代ポーレット男爵ジョンポーレットとスーザン・ハーバートの息子として1663年または1668年に生まれた。1680年に父からポーレット男爵の爵位を継承したが貴族院に 初めて登院したのは1696年11月24日のことであり、しかも登院しなければ習慣するとの脅しがあってのことだった。政治では通り位党の一員だったもののあまり熱心ではなかったという。1702年にアン・王が即位すると同年5月30日にデボン党官に12月10日に数密顧問官に任命された。 1711年1月30日、デボン主席治安判事に任命された。1706年に、スコットランド王国との合同条約交渉に関与、同年12月29日に、イングランド貴族のポーレット伯爵とヒントン子爵に助された。1710年8月8日から1711年5月30日まで、大倉卿を務めたが、名目上であり、実際には、 オックスフォード・モーティマー伯爵が権力を握っていたと、される。他にも1711年6月12日から1714年8月まで、王室家政長官を、1712年2月26日から1714年9月13日まで、サマセット主席治安判事を務め、1712年10月25日に、ガーター勲章を授与された。1714年に、 ジョージ一世が即位すると、すべての役職から解任された。1706年4月3日と1713年1月29日の2度、王立教会フェローに選出された、芸術家トマス・ギブソンのパトロンであった。議会で発言することは少なかったが、1711年1月にアルマンサの戦いへの調査を発議し、1712年5月にオーモンド公爵を、 弁護、1716年4月に7年議会法案に反対、1723年5月にフランシス・アタベリーへの刑罰法案に反対するなど、一貫してトーリー党の立場を取った。しかし、長男ジョンが、新出自重に任命されると与党側に転じ、1742年には、ハノーファー軍の支出をイギリスが肩代わりする議案を指示した。 1743年5月28日に死去、ヒントンセントジョージに埋葬された。1702年4月23日、ブリジット・バーティーと結婚、4男4女を設けた。ありがとうございます。